グリブナの一例。重量 200g グリブナは11世紀以降、ルーシとその周辺地域で用いられた重量単位、通貨単位である。貨幣としては棒状あるいは六角形に加工した銀が主に用いられた。重量単位としては、ルーシの資料上に研究される最古の単位である。首飾りのグリブナグリブナという名称は、元来は金、または 銀で作られた首飾りを指すものであった。後に、重量単位、通貨単位の両方に用いられ、最終的には、通貨単位としての用法が主となった。また、通貨単位としては、初期には、グリブナゾロタとグリブナセレブラの両方が用いられたが、次第に、銀、グリブナを単に、グリブナと称するようになった。グリブナセレブラの資料上の最初の言及は、1130年に、 キエフ大公ムスチスラフとその息子のノブゴロド公、フセボロドが、ノブゴロドのユーリーエフ修道院に当てた直令の中においてである。また、11から15世紀の白樺文書の中にも、しばしば言及が見られる。また、グリブナは、同時期に用いられた、他の通貨との打感が可能であった。例えば十一世紀には、一グリブナイコール二十の、ガタイコール十五区内コール五十レザナの、 交換比率であった。ただし、これらの交換比率は、時代とともに変化した。例えば12世紀後半では、1グリブナイコール20の、ガタイコール50、クナイコール50、レザナイコール150、ベクシャであった。また、1グリブナあたりの重量も、地域によって差があった。早くも13世紀のノブコロドでは、グリブナの代わりに、ルーブリの名称が用いられ始め、次第に、 グリブナにとって変わるようになった。15世紀には通貨としてのグリブナは使用されなくなったが、ルーブリの名称は、現ロシア、ベラルーシの通貨単位として用いられている。一方、ゲ現ウクライナの通貨フリブニャの名称は、グリブナに由来している。また、通貨単位として使用されなくなった後は、グリベンカ、または、スカロバやグリベンカという名称の重量単位が、登場した。 一グリベンカは2 0 4 7 5ムであり、当時の他の重量単位とは、一グリベンカイコール48ゾロトニクと換算される。また、二グリベンカをして一ボリシャやグリベンカとも呼び、一ボリシャやグリベンカイコールにグリベンカイコール一分と出会った。この重量単位は18世紀まで用いられた。グリブナは流通した地域、時代により、異なる形状と重量を持つ。 キエフスカやグリブナノブゴロドスカやグリブナリトフスカやグリブナ蒸気以外には文献上にボルガ、ルーシー、モスクワなどの地名を冠したグリブナが記述されている。レンガー、ローレンス・エヌ、グリベナ、ヒストリカル・ディクショナリー・オブ・メディバル・ロシア、スケア・クロー・プレス、ピアニッシモ・56、57、ABCD、補設休暇兵、世界歴史体系ロシア史1から9世紀から17世紀、 マイナス、田中明千子、倉持朱一、和田春樹編、山川出版社、1995年。P88、税、税、1865、税、4税、1980、531、915、ABCDEFGH、補設休暇兵。 世界歴史体系ロシア史1から9世紀から17世紀、マイナス、田中明智子、倉持修一、和田春樹編、山川出版社、1995年。P89、井桁貞義編、根菜スロア辞典三成堂、2009年。P176、井桁貞義編、根菜スロア辞典三成堂、2009年。 P296 井桁貞義ダヨシ編根菜スロア辞典三成堂2009年 P1213 2006 0 2 26から30税86 1890から1907ありがとうございます